いつもお世話になっておりますバイク専門映像クリエイターの青井重雄でございます。今回は BMW R1250GS、 トライアンフタイガー1200ラリープロ、ハーレーダビッドソンパンアメリカの比較対決をしていこうと思います。ぜひ最後までご覧いただけましたら幸いでございます。それでは行ってみましょう。改めまして、今回は R1250GS タイガー1200ラリープロパンアメリカの比較動画です。今回の比較はあくまでも私が3台を試乗して感じたことになります。人によって感じることもそれぞれ違うかと思いますが、あくまでエンターテインメントとして楽しんでいただくためのものでございますので、何卒ご了承ください。それではまずはブランドの概念を取り外して単純に性能のみで比較した上での結論をお伝えしていこうと思います。ハーレーダビッドソンパンアメリカ。パンアメリカはアドベンチャーとは違うような何か別の存在のようにまず感じますね。オフロードにも行けて直立姿勢で乗れる、ハヤブサとか ZX14R とかみたいなメガクルーザーのジャンルに近いような感覚のバイクのように私は感じます。3台の中で一番スポーティーな印象を受けました。 BMW R1250GS、 次に GS ですが、こちらはしっかりアドベンチャーというか元祖アドベンチャーなので、まあ本当にアドベンチャーという感じのジャンルのように感じました。その中でも GS の方がタイガーよりもアドベンチャーとしての味付けが濃いなというふうに思いました。トルクを感じて、鼓動を感じて、排気音を感じられるというふうな感想です。主役はあくまでも GS であり、 GS であることを強く主張してくるバイクだなっていうふうに感じました。トライアンフタイガー1200ラリープロ、GS に比べてタイガーは同じアドベンチャーの感覚ではあるのですが、薄味に感じました。それがゆえに逆に景色や風、視線が織りなす香りなどを強く感じることができました。主役はツーリング時のその場所のロケーションになるなっていう風な印象です。特徴的なのは細かいパーツたちの質感、品質が圧倒的に高いことです。プラスチッキーという感じがほとんど見受けられないのがタイガーの大きな特徴です。以上が簡単な特徴ですが、もう少し細かいところを見ていきましょう。エンジン、スペック表ではこのようになっています。少しの間スペック表を記載しておきます。ただあくまでもこれらはスペックであり、実際乗った感じで言いますと、パンアメリカ高回転型エンジン、タイガー1200全域フラット型エンジン、 R1250GS 低回転型エンジン、このようなキャラ設定を感じました。パンアメリカは高回転でより気持ちよさを感じられることができるようなセッティング、味付けを感じました。また高回転で音も非常に素晴らしいです。 R1250GS は逆に低回転でよりコルクがあふれる印象及び特徴的な鼓動感、そして低速でのサウンドを感じることができます。これらに対してタイガーはどちらでもなく全域でバランスさせているなっていう風にエンジン特性は感じました。足つき取ります。こちらもまたシート高一覧表を出しておきます。パンアメリカと R1250GS は身長177センチの私では同じぐらいに感じました。下駄としても使えるレベルで、取り回しもバイクにまたがったまま操作することが可能でした。これ1台で全てのシチュエーションを対応可能になると思います。一方タイガーは車高調整機能が搭載されてからは街乗りは問題なく行えるようにはなりました。しかし下がってもまだ下駄として使うにはちょっと億劫なレベルです。取り回しはバイクから降りて私は行っています。サスペンション、パンアメリカ
アクティブライドハイトが印象的すぎますが、いざ乗ってみるとすごく素直なサスペンションセッティングだと思いました。上記でも触れましたが、コーナリング性能にかなり振っているような味付けですね。イメージで言うとカッチリ感タイプのサスペンションです。 R1250GS、 こちらもテレレバーサスペンションシステムが特徴的ですね。パンアメリカとの違いは、走行中常にテレレバーの性能を強く意識できるというような乗り心地にあるかと思います。パンアメリカに比べると少ししっとり感がありました。タイガー1200、印象的なギミックは何もありませんが、とても高品質な乗り味です。全てをそつなくこなしている感じですね。イメージは一番しっとり感を感じるサスペンションでした。質感、タイガー1200、非常に質感が高いです。全てのパーツに何かしら表面処理がなされている状態です。タイガー1200は掃除をしているだけで満足感の高いのが特徴ですね。パンアメリカ、こちらはやはりアメリカンな作りです。質感はまあ普通かなっていう感じですね。ただ一番古典的なバイク感がある作りになっています。バイク磨きをしているイメージが湧きやすいかもしれませんね。 R1250GS、 ボクサーエンジンなど主役になるパーツは質感が高いのですが、良くも悪くも効率的にコストダウンしているところは目につきます。遠目からパッと見たらわからないんですが、近くに行ってよく見てみたり触ってみると、やはりあー、ここはちょっとプラスチックだなと感じるところは数点見受けられました。次に運転した感じの比較です。ワインディングでのスポーツ性能、ワインディングでのスポーツ性能は1位パンアメリカ、2位 R1250GS、 3位タイガー1200になろうと思います。各種細かな性能からパンアメリカはスポーツバイクとしての性能が際立っているというか、ダイレクトでシャープに感じました。一方タイガー1200はこの3台の中で比較するとワインディングでの性能が一番マイルドな味付けになっていくなっていうような感じです。長距離巡航性能、長距離巡航性能を、ランキングすると1位タイガー1200、2位 R1250GS、3位パンアメリカという風に感じました。これはワインディング性能の逆で、マイルド感がいわゆる超長距離になった時の疲労感低減につながるからです。薄味であることも長距離で疲れにくくなるっていうことに影響しているように感じました。はい、以上いろいろな性能を見ていきました。この性能のみの比較からまずキャラ付けしていこうと思います。BMW R1250GS、 GS はやはりアドベンチャーを全身で感じられるバイクです。多くの人が頭の中でイメージしているアドベンチャー感を濃い味付けで味わうことができます。3台の中ではエネルギッシュでパワフルで分かりやすい反面、荒さも若干感じられる若々しいキャラというふうに私は思います。また今度料理で例えると豚骨ラーメンというような感じかなと思いました。ハーレーダビッドソンのパンアメリカ、パンアメリカはアドベンチャーというジャンルではなく、全てのシチュエーションで超高性能を発揮する別のジャンルというような感覚が強いです。3台の中では超高性能を感じながら豪快さの中にちょいちょい繊細さを感じられるちょいわる親父キャラというようなキャラかなと思います。またこちらも料理で例えると高級リブロースと高級ソースを使ったバーベキューというような感じかなと思います。トライアンフタイガー1200ラリープロ、タイガー1200はアドベンチャーらしさの中で一番落ち着きがあるように感じられました。薄味の中に繊細で複雑な味付けがされているようなバイクだなと思います。3台の中では一見するとわからないが長く付き合うと良さが出てくる壮年紳士キャラというようなキャラ設定かなと思いました。料理で例えると高級料亭で出される里芋の煮物のような感じを受けました。さて最後はここに各ブランドとしての
キャラも追加して、もう少し掘り下げていきます。トライアフン、タイガー1200、ラリープロ。タイガー1200に関しては正直このバイクのキャラがそのまんまトライアンフの3気筒シリーズのキャラ設定と全く同じベクトルだと思います。トライアンフという冠をつけて考えてみても、先に表現したキャラ設定に何もブレはありません。英国紳士を全開で出しているバイクです。テーマはそのまま良識ある大人だと思いました。 BMW R1250GS はBMW 伝統のボクサーツイン、 BMW が作り上げたアドベンチャーというジャンル、もうこれら BMW 感が全開なので、やはりトライアンフタイガー1200と同じですね。 BMW という冠をつけたとしてもほとんどキャラ設定はブレることはありません。トライアンフと比べて違うところは、まあここはドイツ人的な合理主義を感じられるところで、BMW が好きな人はきっとここが好きなんだろうなというポイントを押さえて、そこに限って演出をしているなっていうのが分かるところです。程よい若々しさと程よい大人感、性能とメカニズムにこだわりながらしっかりとうんちくネタも準備されているザ・ドイツ車を全力で感じられるバイクだと思います。ハーレーダビッドソンパンアメリカ、こちらはパンアメリカのインプレッションでも語りましたが、メーカーに対するイメージとこのパンアメリカ車種としてのイメージが全く正反対のチャレンジングなバイクです。ハーレーのパンアメリカというキャラを筋道立てて説明しようとすると混乱してしまうのですが、そんな矛盾もこれこそアメリカンと割り切ればとても面白いバイクだと思います。パンアメリカの、部分、この部分に関しては詳しく説明すると尺が無限に長くなるので、ハーレーダビッドソンというメーカーのパンアメリカに対する解釈の仕方は、私のパンアメリカインプレッション動画をぜひ見ていただければと思います。青い茂雄のバイクの動画。そして最後に付け加えますと、おそらくこの3台でどれを買おうかっていう返答って実際のところなかなかないと思います。おそらくほとんどの方がひいきにしているブランドやディーラーの人たちとの人間関係などで先に決めているのではないかなと思いますので、今回の動画はあくまでも購入時の参考ではなく、エンタメとしてのうんちくとして参考にしていただけましたら幸いでございます。それでは今回の動画は以上でございます。今回の動画は皆様のお役に立ちましたでしょうか。もし役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、コメントいただけますと幸いでございます。それでは最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバイ。